営業劇に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネル12です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ソウルリバースゼロ、ソルゼロ、こちらの実況をやっていきたいと思います。こちらがですね、今後、ギルドでですね、YouTube ライブでマルチを楽しもうという企画がございまして、最後にギルドの募集もありますので、ぜひぜひ一緒に遊んでくれよって方いらっしゃいましたら、応募いただけると嬉しいなと思います。では、どんなゲームなのかね、まずは実況していきたいと思います。ねえ、もうちょっとゆっくり歩いてよ。はい、というわけでこんな感じでね、結構ボイスも入っててめっちゃ可愛いんですけど、とりあえず、このチュッチュニーさんが、今街にいるわけですね。で、自警団に入ってるという感じなんですけれども、現れました、謎の少女。手を繋いだ瞬間に、運命的な何かを感じてしまうという展開でございますね。そして、化け物が出てくると、で、戦うことになりますね。はい、こういうわけでね、この謎の少女はルーチェという名前なんですね。言われた。いけ、チュッチュニー。はい。いくぞ。というわけで、チュートリアル始めていきたいと思います。まずはバトルですね。はい。こんな感じなんですけども、基本的にはオートアタックになってます。こんな感じですね。はい。で、アクションというものもありまして、アクションはここのキャラクターが光っている状態にタップするとアクションが発生します。まあ、基本的にはオートアタックで待機時間が溜まるとアクションが使えるようになるので、アクションを使いながら進んでいくっていう形になります。森の中に佇む扉。人はそれをレリクスと呼ぶ。はい。で、このレリクスっていうのが結構重要で、このレリクスごとにね、巫女さんがいるんですよ。まあ、街にね、それぞれレリクスがあって、そこに巫女さんがいるっていう感じなんですけども、この、まあ、力がある巫女さんは、英霊っていうのを呼べるようになっていて、今、ルーチさんが英霊を呼んでいるっていう感じですね。ただ、巫女の力だけでは英霊を呼べないと。で、ロードというね、存在が必要だということなんですけども、この、手を掴んだ瞬間に、チュッチュニーがロードなんじゃないかということで、で、英霊を呼べるようになって、仲間と一緒にバトルが始まるという感じですね。はい、そして最初のこの時点で3回召喚ができます。で、これがね、ここがね、金色になって虹になると確定なんですけども、あ、これ金色になりますね。お、スバイセ。はい、これ出ました。次、あ、ラベインですね。はい、ビディアーリーということで、パーティー編成していきます。パーティーは5人編成ですね。で、リーダースキルがそれぞれあって、リーダー設定とリーダースキルが発動します。はい、で、チェインとソウルアーツっていう必殺技がありまして、これについても見ていきましょう。で、まあ、チェインアクションしますね。アクションした後に別のキャラでアクションすると、こんな感じで2チェインってなります。で、チェインは、5チェインまで繋がりますね。別のキャラを5人繋げると5チェインまで繋がって、最大の倍率のダメージが出るようになります。こんな感じね。3チェイン。はい。もう倒しちゃったね。はい。で、続きまして。ソウルアーツですね。ソウルアーツはキャラに秘められた強力な技ですということで。で、SP というね、この青いのがある丸が溜まると使えるようになって、このキャラの右上に書いてある数字が、この必要なこの丸の数ですね。ソウルアーツ OK ってなってるものがソウルアーツが使えるキャラになります。こんな感じですね。はい。これは、チュッチュニーさんのソウルアーツということで、強い。はい。で、ソウルアーツが発動できるのは戦闘中に1回だけなので、使いどころが結構大事ですね。で、英霊という、まあ、仲間の成長とか覚醒というのがありまして、こんな感じで、封印コードっていうのを解放すると、まあ、仲間が強くなっていくんですけども、こんな感じで解放していきます。覚醒結晶っていうものが封印コードを解放するのに必要なんですけど、これを集めて基本的には強くしていく感じですね。はい、そして、何やら化け物を仕掛けてくる悪い奴らがいるということで、はい、この悪い奴の企みは本当のところ何なのか、街を救うためにルーチェちゃんと、まあ、この主人公たちが戦うというストーリーでございます。今日だね。はい、というわけで、フレンドさんもお借りすることができます。自分のキャラがね、一人いなくなっちゃった時とかにフレンドさんが入ってくれるような感じになりますね。はい。で、ブレイクについて説明していきたいと思います。で、このキャラのね、ボスのところにカウントダウンがされて、今1からこの赤い丸になったと思うんですけども、この状態が敵が必殺技みたいなのを打ってくる合図になります。この赤いゲージがゼロになる前にこのブレイクっていうのをしないと強力な攻撃が飛んできてしまうと。で、ブレイクの仕方なんですけれども、まあ、このキャラを選択します。そして、そうするとターゲットがね、できるようになります。で、その次にアクションをぶつけると、そうするとブレイクになります。はい。で、スタン状態になると敵がめっちゃ攻撃が効くようになります。これで、どんどん倒していくと。いう感じです。で、本当にブレイク大事ですね。結構ね、ブレイクとスタンはすごい大事で、マルチとかでもそのタイミングとかがすごい重要なので、プレイヤースキルがここは問われるところなんじゃないかなと思います。英霊の育て方なんですけども、さっき言ってたこのね、行動の開放をして、こういう風なね、覚醒をしていって、だんだんこのオートアタックとかアクションを覚えていくのと同時に、このレベルアップっていうのはまあクエストに連れていくだけじゃなくて、この成長コードっていうのを食べさせると効率的にレベルアップができます。経験値クエストっていうのがゲリラで来るので、その経験値クエストとかでコード、成長コードとかを集めて、育ててあげたりとか、覚醒結晶も曜日ごとにこの属性別に落ちるんですけども、この青い月のマークがルーナですね。で、この山のマークがテラ。で、この太陽のマークがソルという、この3属性になっていて、基本的にはまあ3すくみというか、こういう状態になってるので、まあバトルするときは要注意って感じですね。はい。で、もうソウルアーツに関しては、その属性相性というのが、まあ加味されない攻撃になっているので、結構マルチとかだと、まあ、ただ単にソウルアーツが強いキャラっていうのを、まあ、属性関係なしに連れてきてるっていう方もね、結構多い感じになってるので、まあ、基本的には、SSR が最高レアなんですけども、強そうな英霊の子を育てていくのがいいんじゃないかなと思います。この英霊を覚醒するにあたって、このキャラクエストっていうのがあって、まあ、キャラごとにストーリーがあるんですけども、これを進めるごとに、そのキャラの、まあ、愛着がもっともっといっぱい湧くようなキャラクエストってありまして、これをキャラクエストをクリアするごとに、コードのボードが広がっていくので、まあ、このキャラクエストも進めながら、キャラを育成していくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。すごいやっぱ可愛いキャラとかも多くて、キャラクエストやるとね、またググッとそのキャラに愛着が湧くのでね、これもすごいいいシステムだなと思います。このチャレンジっていうのがありまして、このチャレンジを、達成すると SSR 確定チケットが手に入ります。なんで、このチャレンジは積極的にやっていくのがいいんじゃないかと思うんですけども、そんなに難易度が高くなくて、チュートリアル的な要素もあるので、これを元に最初は、序盤はね、進めていくのがいいんじゃないかなと思います。で、ストーリーを進めていくことに、解放されるコンテンツっていうのもあるので、基本的に最初は、ストーリーを進めていくところと、あと、このね、今見えないんですけど、マールコットっていうのが、まあ、タウン的な要素で、パラメーターが上がる施設を建てられたりとか、このお金ですね。お金とか、様々な素材とかが取れる施設が建てられたりとかする、このマールコットっていうのもかなり育成が大事なので、まあ、早めにこのストーリーを進めて、マールコットを広げていくっていうのも大事かなと思います。で、このマールコットの広がりが結構ランクによって制限があったりするので、まあ、ランクを上げていくのもここで重要になってくるっていう、まあ、ランクを上げた方が、まあ、得になるっていうシステムですね。5個、10連には石が足りなかったので、キャラクエストをちょっとやってきました。で、250個溜まったので、10連をしていきたいと思います。はい。で、このね、ステップアップ召喚っていうのもありまして、今なら960円の英霊石ご購入で SSR が1枚絶対もらえるっていう、これは今後やっていきたいなっていう方いらっしゃったら、SSR 確定チケットはかなりいいんじゃないかなと思います。これ開始から72時間限定かな。なので、これはぜひぜひチェックしてみてください。で、今回は、この英霊召喚っていうのを引いていきたいと思います。じゃあ、チュリッチに行きましょう。さっきも言ったように、ここ青、黄色、虹となると確定ですね。あ、黄色持った。で、虹は来ないけど、まだわかんない。はい、1枚目、SR。ジェルドレはね、結構強いと評判なので、これもいいんじゃないですか。はい。で、レアですね。はい。朝。はい。で、限界突破ってシステムがあって、1個のキャラごとに4回ゲットツができます。同じカードを引くとゲットツができますね。で、同じカードを引く以外にも、限界突破のこの素材があるので、それを手に入れながら、こう強化していくって感じですね。いやー、SSR が1枚ぐらい出たらめっちゃ嬉しいけどな。なかなか出ないか。はい。なるほどね。かわいいですね。それぞれ全部ボイスが入ってるので、すごい引き悪いぞ、これ。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、ここで虹色になると、短くて、イゾルテかわいいね、イゾルテちゃん。おっとー、こんなにね、レアが、こんなに SSR が出ないことも珍しいんですけどね。もうちょっといつも体感出る気がする。こんな感じで最初の10連が弾けるんですけども、ここでいいキャラを弾いて、始めていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。ではですね、私、このアカウントとは別にですね、もうすでに結構やってるアカウントの方があるので、そちらの方でまたいろいろ紹介していきたいと思います。というわけで、こちらが、私が進めております、ぶっ飛び隊タンタカタンさんのアカウントになります。タンタカタンっていうのはね、全く意味がないんですけど、某、シソ常駐かなって感じなんですが、ちょっとね、さっき SSR が出なかったので、可愛い子のソールアーツをね、皆さんにご覧いただければと思いますよ。ではですね、次で私の超おすすめ、クルセイシさんのソウルアーツ見ていきましょう。こんな感じですね。あ、かわいい。ボーン。めっちゃかわいい。そして強い。最高。いや、めっちゃ好きなんですよね。はい。ということで、結構ね、キャラも可愛ければ、このキャラのアクションもめっちゃ可愛いので、この 3D もめっちゃ綺麗だしね。はい、こんな感じで、皆さんもね、可愛い好きなキャラゲットいただければと思います。ではですね、ちょっと SSR 確定のチケットを私1枚取ってありますので、ちょっとこれで SSR 確定の演出が出ればいいなということで、ちょっと引いてみたいと思います。頼むよ。確定演出が見たい。黄色になる。虹になる、虹になる、虹になる。あー、虹にならなかったね。パーって虹が出るんだけどね。とりあえず確定。こんな感じですね。かぶったよー、諸葛亮。こう、日中のとこかぶったね。これ初めて SSR 幻突しましたね。この幻突するとこの輝きがすごい増すので、キラ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 するので、嬉しいです。嬉しいですけど。お可愛い女の子欲しかったなとかちょっと思ったりしますけど。で、SR のキャラでも全然すごい育てるという強いキャラ。アナスタチアさんとか、結構回復でマルチでも連れてくる方とかもね、いらっしゃったりして、すごい使えるキャラなので、攻略サイトとか見ながらね、このキャラクターの誰を育成するかっていうのもね、楽しんでみてください。ではですね、ラスト、ギルドの募集なんですけども、3章クリア時点でみんなも入れるようになるのかな。白黒チャンネルズっていう、何のひねりもないギルド名なんですけども、よければ申請いただけると嬉しいなと思います。で、結構ね、ギルドでやれることとかも多かったりとか、みんなでやっていくものも多かったりとかするので、一応、YouTube のライブ、っていうのをゴールに、そこを目指して、このギルドっていうのをやっていきたいと思いますので、この YouTube ライブまで、このギルドのご協力をいただけるっていう方いらっしゃいましたら、こちらのギルドぜひぜひ申請してくださると嬉しいなと思います。はい、この土日でこのギルドの加入をぜひぜひしてくださると嬉しいなと思います。承認制にしてあるので、応募いただければ大丈夫です。で、若手ランダムで、やっていきたいと思いますが、基本的にその、期間内ですね、YouTube ライブまで結構頑張ってやってくださる方ですね。みんなでマルチとかも挑戦していきたいと思うんですけど、皆さんやってる方ならわかる通り、結構その、ちょろっと育てただけでマルチ行ったりすると、全然倒せなかったりする場合があるので、それぞれを楽しんでやってくださる方、ぜひぜひ募集お待ちしております。で、翌週ですね。翌週早い段階で、承認させていただきまして、Twitter で承認したよ、みたいな、連絡はさせていただくので、皆さんチェックいただければと思います。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。それぞれすごい、キャラクターも可愛いですし、やり込み要素がかなりあるので、やり込みたいっていう方はおすすめなんじゃないかなと思います。ではですね、ラスト、じゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、最初に、にゃん、じゃんけん、ぽい、パーです。なので、チョキの人は、明日いいことあるかもよ。そして、チャンネル登録まだという方は、赤いボタンをタップまたクリックで登録できますので、ぜひぜひ、チャンネル登録して、応援してくださると嬉しいです。それでは、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバイ。